ありがとうございました。続きましては、アイトアの皆さんです。よろしくお願いします。はい、伊藤の皆さん、はじめまして、小田原から、神奈川県小田原市からやってきました、アイトアと申します。よろしくお願いいたします。ちょっと、どうしても言いたいなってことがありまして、さっきね、空飛んでる鷹にクレープ取られちゃって泣いちゃった子がいるんです。今日みんなが踊んなきゃいけない理由1個増えましたね。はい、僕たち、ここにいる方、みんな今楽しい気持ちだと思うけど、やっぱこの中に1人悲しい気持ちになっちゃった人がいるっていう時点でちょっとね、頑張んなきゃいけないと思います。ぜひ相手は頑張らせていただきますので、皆様ね、よかったらご協力の方お願いします。はい、皆様の手拍子がみんなのあなた方の悲しい気持ちが悲しい気持ちを吹き飛ばす一つの理由要因になると思いますので、本当よろしくお願いします。はい、相手は踊らせていただく一編はアリコヤコッサと申し上げます。全然意味のない、もう元は聞き間違いから生まれた言葉でございます。ただ意味のないことをわーわー言うだけで何か一つの大きな意味になる。人間ってそれができる唯一の生き物だと思うんです。なので僕たち頑張りますので、皆様もよかったら一緒にやってもらって、手拍子で大丈夫です。みんな多分秒でできると思います。だって初めましてじゃない人がいてくれるんだもんね。ありがとうございます。なので一緒にやりましょう。一緒にみんなで横浜じゃない、よさこいやりましょう。はい、アイコーヤコッサ、アイトは始めます。
その分本心常駐の引き出し下を向いても前を見据えて心折れてくじけようが前は見据えてそこにあるのは人よさもいらんせの大舞台あなたに万者の思いを込めて踊りを飾らんこのライブ今宵もあなたがいる限り舞台はいつでもショータイム切ることないこのライブ相手はいつでも感謝を込めてアイコンやこっさん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 よろしくどうぞなめんなよ。